いくよ、3、2、1。こんにちは、ボナールチャンネルのマスターです。いやです。お待たせしま、大変お待たせしました。あの企画です。今日は伝説の企画が帰ってきましたよ。帰ってきました。9番でね、人は耐えれるのかってやってみたんですけど、あれ吸盤は耐えてるんですよ、ね、そうなんだよね。あれ紐が切れちゃって落ちちゃう。そう、紐もしっかり丈夫で人が耐えれるぐらいでして、今回はお風呂場の中に水張ってそこに氷ぶち込んで耐えれたら俺せや。そう、そしたらまあ分かりの通り僕は大丈夫な企画です。ではね、早速吸盤の方つけていきたいと思います。レッツゴー。3つでつけて、こういう輪っかをたくさん作って、で、その輪っかに全部紐をこう通す。うん、うん、75キロを耐えれる椅子の、ができました。椅子の元、今から紐を前回より頑丈につけて、とんでもない椅子をね作っていこうと思います。ちょっと待って、アニメやってんの見たことなくない？あるよ。マジ？リアルで？リアルではない、バーチャルで。リアルでなかったら懐かしいとはならないだろ、それ。少数派民族になっちゃうよ。戦闘民族さ。はい、これね、下も、いやもうすごい硬さだよ。もう見てわかると思うんですけど、この全部のとこから引っかかってるんですよね、これが。この75キロまで耐えれる椅子回、今ここに水張ってないんで、今水張って、氷も入れて、まさにね座ってもらいたいと思います。うい、じゃあレッツ。よし、決めた。じゃあ今からここに氷を入れてきます。1袋目、2袋目、3袋目、4袋目、やばー、5袋目。混ぜて。あ、やばいね。ちょっと待って、これさ、ちょっと濡らしてからいいかな。いや、どっちもいい。これ落ちたらマジでヤバいな。いくよ、3、2、1。おお、ハハ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 。ということで、本日の動画は75キロまで全部違ったよ。椅子を、ね、壁もしっかりして、紐も何重にして作ってみたんですけど、耐えれませんでした。はい、本日の動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。また明日。ありがとうございました。死ぬかと思った。